じゃあはい、ちょっとシチュエーションもうちょっとやりましょうか。ローポストダブルチームいきましょう、はい、久々だなこれ。ローポストのダブルチーム、ちょっと見本、はいはい、あれやって、はい、44はいやってください、はい、はい、はい、います、入れます、 OK で、同じようにローポスト入ってる時って必ず右か左どっちかに入ってるから、今近い方だと天の地ね、この、はい、ここがダブルチーム行く、行く、攻めていいやつですか、何をディフェンスが勝つやつですか、それは、うん、別に行く練習すいません、ちょっとこそこそ話してました。今ここにダブルチーム行く練習なんで、まあ、ここ行ってここは行っちゃうんですね。で、行っちゃう、行っちゃう、じゃあ、はい、できる人がいたら行ってください。でもし両方守れるなら1人で2人守る、ちょっとじゃあ僕やりますね。あ、もうちょっと1回、はい、ちょっと行きますね、見本。完全にダブルチームに行くと、あれ、あ、ここからこうの、はい、これこう行くと、まあ、ここ完全にダブルチーム行くとこの人空いちゃうんですね。なんでもうちょっとこうダブルチーム行くよってこうダミーでこう行って、これ狙ったりとか、ここ駆け引きなんで、まず行く練習、まずは行けるようにする、ここにっていうのをちょっとやりましょう。だ、逆サイだったら、うち逆サイ左ウィングだし、左のウィング、はい、よいくんロー、ロー入って、うん、はい、入りました、はい、寄る寄る寄る、ダブルチーム行く、 OK、 ここの練習、まあ、で寄りすぎてたり、ダブルチームできてなかったらちょっとやりながら教えてあげてください。まずはダブルチーム行ってローテーションまで行っちゃう、やめよう、まずはダブルチーム行くところまでやりましょう。カットできたら OK、 年数取りに行ってくださいね、しっかりダブルチームで、はい、練習、まずはダブルチームに行く練習、行ってなかったら日焼け止めて、や、止めて、わからない、どっちが一番にやらせるとかはないんですか、ない、特にない、特にない、両方の右左のローに入って行ってなかったらピレ、ちょっと待って、急にその制限つけただけでなんで普通の44ができなくなったんですか。さっきと同じ44をやってください、まずは右とウィングの、左と右のウィングにいてローローだからそこ一緒ね、最終的にローポストがダブルチーム行くだけだからそこだけやって、はい、もう一回戻りでボール戻して、はい、左のウィング、 OK、 そう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 、 OK、 OK、 ナイスボール、 OK、 はい、交代、あ、何回目だか分かんないけど、よっちゃん、よっちゃん、遅い遅い、さっきからパス、パス、ドリブル、ドリブル、どっちか、もう一回ドリブルで止めない、ボール止めない、ボール止めない、いやいや、かっちゃん寄る、そう、戻る戻る戻る、まっちゃんとかっちゃんで声かけ合おう、そこダブルチーム、ちょっともう一回、もう一回、はい、ちょっと今のやろう、入りましたで、まっちゃん、あ、原っちがドリブルで左に寄った、 OK、 ストップね、で、かっちゃんそんなもうちょい行ったでしょ、で、戻ってミキティにリターンされた、ここでまっちゃんが行くならもうヘルプスイッチだから、そこスイッチそのまま声かけ合ってしっかり、はい、もう一回、オッケー、はい、なしよう。